またか。お前たちは外出禁止だ。話し合えない。やっぱりうまくいったわね。おとなしくしてなさい。ママ、パパ、やだ。どうせなら楽しまないとね。おやつタイムだ。どれから食べようかな。これ、楽しみだな。いただき、これ好きなんだ。うま。サンキュー。じゃあね。なんでいつもこうなわけ？けどまだたくさんあるもんね。おお、チョコ。おいしくいただいちゃおう。あー、これこれ。どこ行った？ありがとう。バイバイ。ヘーゼル？もうマジうざい。待てよ。よし、もういないね。今度は静かに。聞こえなかったらバレないでしょ。緊張してきた。よし、今のところいい調子。おお、これってポテチ？シェアすると楽しいよ。ダメ、マジ無理。いやー、やめて。ジュリーってダイエット中じゃなかった？少なくとも1枚は守りきったね。ヘーゼル、お菓子盗むのやめてくれないかな。よし、ドッキリをお見舞いしてやろう。このテープが使えそう。やったろうじゃん。扉の枠にテープを貼り付けてと。下の部分も同じようにね。思い知らせてやる。次におとりを用意。ヘーゼルの注意を引くんだ。おお、いいね。バイバイ。じゃあね。おお、残念でした。何それ。うまくいくと思ったのに。どうしたら。うわー、なんで私ばっかり。待てよ、まだチョコ残ってんじゃん。悪いことばっかじゃないね。飽きた。なんか面白いことないかな。バシー。はあ、最悪。外出禁止、無理。ちょっと失礼。はいよ、私は読書してるね。おっと、自分で退屈しのぎするか。ラン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 、ふふふ。ああ、おお、ダメだ、聞いてない。よし、鏡、グー、チョキ、いい、ポン。ああ、引き分け。また引き分け。私の負け。へへん、負け犬め。もう一回、受けて立つ。ふん、私の勝ち。やったね。ふふん。はいはい、そうですか。負け犬は誰だって。じゃあね、また対戦しよう。あれ、私鏡の自分に話しかけてた？ずっと遊んでやることもできるけど、私忙しいんだよね。あ、私もできるよ。あ、入らせて、緊急事態なの。あ、行って。行った。何してんの。鏡が怖いよ。ただの反射でしょ。前にも言ったじゃん。一応確認はするけどさ。ほら、何もない。待って、あそこ見た？ううん、まただ。変なやつ、行こう。ふう、バレたかと思ったよ。危なかったね。読書ってガリ勉っぽい。はあ、よ、ヘーゼル、なんか気づくことない？うわあ。でしょ、私イケてる。ベストな角度で撮ってね。超おしゃれ。この扇風機買っておいてよかった。どうしたの？あ、ごめん、ぼーっとしてた。おお、思いついた。ハサミが必要だね。これも。
新しいヘアスタイルに挑戦。これじゃ切れないね。ガウンに穴を開けよう。手を通さないと。さらにもう一つ。これで十分かな。さて、切り始めるか。切りすぎ厳禁。楽勝じゃん。反対側も。なんかおかしいな。こっちを切りすぎたかも。初歩的ミスだね。揃えればいいっしょ。完成。どうして？しょうがない、イメチェンしたかったし。ショート似合うかもじゃん。よし、うまくいった気がする。足目ってまだ流行ってるよね。ヘーゼル？うわー、やばー。笑えないんだけど。マジウケる。笑わないで。怒った。動かないで。わ、私行かないと。やっぱりね。さて、残った手段はただ一つ。永遠のように感じる。ん？超不公平だよ。ねえジュリー、遊ぼう。やめて、読書中なのに。邪魔しないで。怒んないでよ。静かに本読ませてってば。ああ、思いついた。この本マジ面白い。もしもし。何？助けてくんない？騙された。なんでそんなことするわけ？意識をそらさないと。いいこと思いついた。これが使えそう。ねえヘーゼル。何？何の用？このセーター欲しい？やった、ありがとう。そう言うと思った。来てみるね。快適。今だ。何すんの？どういうこと？ジュリー、腕を動かせないんだけど。これで懲りるっしょ。ジュリー、おいで。どこに行くの？ここにいて。やっと読書ができそうだね。ドアを通れない。ジュリー、もっと早く思いつけばよかった。よう、やったろ。ゴー。あ、まずい。今のは練習。しょうがない。覗き見禁止。隠れ場所を見つけないと。早く早く。ジュリーが探せなさそうな場所は。よし、これでいいね。私かくれんぼの天才。てか、この隠れ場所最悪。あ、テーブルの下。痛い。花に溶け込むのはどうかな。無理だよね。なんでこんなにむずいわけ。うん、引っかかった。うわ、今の何？痛い。大丈夫？手を貸すよ。万事問題なし。うわ、トップスが。お気に入りだったのに。結んでおくか。おお、それ名案。モデルごっこはどう？いいね。見せつけてやろうじゃん。私から行くね。超スタイリッシュ。気分はモデル。うわあ、何が起こったの？痛そう。見てな。おお、慎重に。しまった、まずい。なんでこんなことしようと思ったんだろう。さかなクン、アヒルさんだよ。ふふ、楽しい。ジェランド、こんなに汚くして片付けなさい。やだよ。ジェランド、ピー。そうだ、お絵かきしよう。
どのペンも違うな。やめて、もうダメだわ。あ、これだ。何書こうかな。芸術作品。うわ、上手に書けた。ママ見て。あ、確かに上手。すごいわね。どうしようかな。ピー、そうだ、ひらめいた。電話。もしもし、オーダーお願い。そう、キュイングッズありがとう。バイ。あとは待つのみ。あ、来た。ナイスキャッチ。それにナイスサービス。うん、これこれ。ジェラードの部屋、これで綺麗になるはず。楽しくね。気に入ってくれるかな、ジェラード。はい。あ、ありがとう。でもこれなんだ。おもちゃあるでしょ、それで掴んでみて。ほら、タコみたい。いくよ、それ。うわ、すごい。おいで、僕はヒーロー、オクトボーイだよ。じゃなくてオクトマン。片付いたよ。ネイルサロン行かないと。あら、綺麗になったわね。これ気に入った。よかった。はい、これあげるわね。うわ、ありがとう。オクトマン最高。あ、うん、おいしい。もっと早く思いつけばよかった。なるほど、興味深いな。うん、何書こうかな。あ、そうだ、今のところいい感じ。うわ、芸術家だな。可愛いんだから。私だよ。次は何にしよう。思いつかない。あ、そうだ、パパを描こう。サプライズなの。おお、すごい。どうせ写真だし。リジ、こら、マーカーを離しなさい。ダメ。ちょっとだけ。ダメだって、お金あげるからやめて。いくよ。僕の唯一のいい写真なのに、お願いだよ。新しい髪型にしてあげる。あとは大きくて赤い花。パパ、ニキビができちゃった。完成。上手でしょ。なんでこんなことに。全く言うことを聞かないんだから。あ、楽しみたかっただけなのに、ごめんなさい。間違えちゃった、ママには内緒だよ。そうだ、いいこと考えた。仕事の時間。リジーがお絵かきしたいんだったら、スタジオを作ってあげよう。このラップでね、テーブルの足にぐるぐる巻いて、しっかり固定したら反対側に伸ばす。何枚も重ねるんだ。もう少しで完成。よし、もっとラップ買わなきゃな。でもナイス。さあおいで、これあげる。ローヤ、お絵かきする場所だよ。壁にもかけるんだ、試してみて。すごい。どうすればいいの。ああ、忘れてた。うわ、ありがとう。行くよ。楽しい。見て、太陽だよ。にっこり太陽。おお、よかった、上手だね。パパ最高。おお、照れるな。ああ、料理って落ち着く。お楽しみの時間、目標はママ。せーの、それ。ん？これはお菓子？どこから来たの？奇妙ね。まあいいや、入れてみよう。へへ、全然気づいていない。驚かせちゃおう。どんな反応するかな。飛ぶ準備はできたかな。ああ、気持ち悪い。でもいいや。嘘だろ。おいしくなあれ。チョコレートはどこだ。あった。
おいしい。うわ、最高。もっと食べよう。次は何かな。ママ、手伝ってあげるよ。ジェラード、やめなさい。まったく男の子ね。これは何。うわ、本気。おー、おいしそう。やめて、お願い。呼吸、落ち着いて。もう限界。うわー、ストップ。顔がチョコレートだらけよ。綺麗にしないと。そうだ、いいこと考えた。よし、このテーブルクロスを使おう。さすが私。テーブルをこうやって包んだら結んで留める。完成。ジェラードはどこかな。ジェラード。何、どうしたの。うわー、ママすごいね。秘密の部屋みたい。心地いい。はあ、やっと静かになった。これで料理ができる。ぐっすりね。わ、面白い。ああ、おはよう。いい夢見たんだよ。ピザの夢だ。そうだ、朝ごはん用意しなきゃ。はい。うわ、かわいいな。どうぞ、シリアルだよ。食べなさい。それでピザがね。うん、うわ、やったー。トッピングが美味しくて。ほら、朝ごはん。それにチーズ、チーズがもうベタベタでね。聞いてるかい。うんうん。おい、ああ、最近の若者はスマホばっか。レイジ、何してるんだい。この BF というのは何だ。それに絵文字がたくさん。一体何が何だか。おお、いいこと考えた。レイジーに絵文字の朝ごはんを作ってあげよう。そうすれば話してくれるはず。料理開始。フライパンを温めよう。パンケーキミックスをフライパンに流し込む。驚くかな。あとは火が通るまで待つ。うお、美味しそう。ブクブクいってきた。焦げないように気をつけて。もういいかな。お皿に移そう。いい匂い。あと1枚。よし、リジー、朝ごはんだよ。ほら見て、気に入るはず。うん、この匂いは。うわ、パンケーキだ。しかも絵文字のパンケーキ。作ったの。これつけてね。うわ、チョコレート、やった。絵文字の上にかけちゃおう。へへ。あと少し。パパ見て、にっこり絵文字。何の話だろう。まあいいや、食べてみて。おいしい。で、ピザの夢を見たんだって。そうそう、奇妙なことに起きたら枕がなくなっててね。さあ赤ちゃん、ミルクの時間だ。やだ。頼むよ、飲んでおくれ。いないいない、バー。騙されないぞ。ダメだ、どうしろって言うんだ。音楽か。音楽が嫌いな赤ちゃんか。ガラガラならライオンさんだぞ。ライオンもパパも嫌い。これじゃあお手上げだ。何か新しいものは。ママの顔の写真を切り抜いて、そこに糸を通す。伸び縮みするやつがいいね。お次はバスローブ。肌触りが滑らかだな。では顔をこうやって横にかぶる。よし。あ、ママだ。さあミルクよ。
やっと飲んでくれた。天才的だね。ミルク美味しい。哺乳瓶は洗った。それでは粉ミルクをっと。うん、分量は目分量で適当に入れたら大丈夫だろう。うっ、散らばった。今度はちゃんと測ろう。サジを用意して慎重に慎重に。取りすぎた、余分なミルクは。うふ、粉が飛びまくる。よし、3度目の正直。カウンターですり切ろう。いや、無理だ。なんでこんなに難しい。いや、できるはずだ。落ち着け。手が震える。ちょっとあなた、どれだけ汚すのよ。やり方教えるわ。バターナイフよ。ホイルの蓋を切って半分を開ける。そしたらここですくってすり切ればいいのよ。ね、あなたもやってみて。おお、綺麗に測れるもんだな。それじゃあミルクを用意しよう。パブパブ。おっと、まあでも栄養だからいいか。ママ、髪の毛結んで。もちろん、いいわよ。はい、まとめたから回って。いいわよ、その調子。あなた回るの上手ね。もう十分。そしたらシュッシュを巻いて。やったー、回るの大好き。あー、あれで大丈夫かな。おお、ここ綺麗なお部屋だな。回れ回れ。おお、ここ気に入ったかも。このマニキュアいい感じ。イエーイ、回れ回れ。うん、うん、いい加減止める方法はっと。これを着てダンスの時間よ。素敵、発表会をしなくては。うちの子よ。はあ、なんて素敵なの。将来はプリマドンナね。みんなの目を釘付けにしてるわ。素敵よ、さすがうちの娘よ。出た、彼女の得意技、回転ダンス。ブラボーブラボー。なんという演技、とっても感動的だわ。こうしてお馬さんはお家へ帰りました。そのお話大好き。そしてお馬さんは藁に体を下ろして寝てしまいました。あなたももうおやすみなさい。でもまだ眠くない。暗いの怖いし。何かいる。怪物だ。ママ、どうしたの。何なの。怖い怪物がいる。あら、わかったわ。大丈夫、任せなさい。ほら、ママの怪物よけスプレー、簡単に作れるわ。使うものはボトルとマーカー。あとはお楽しみ。マーカーで容器に文字を書いて、ロゴのようにデザインする。文字をささっと書いて、ゼロの目は目玉に。いい出来。あとはもう少し飾りを。キラキラの金色お星様。ちなみに中身は水道水。違いなんて分かりゃしないもの。じゃーん、怪物よけスプレーよ。使えば怪物を寄せつけないの。そうよ、おやすみなさい。よし、これでも暗い怪物め。よし、これでも安心。何の音、怪物。あー、スプレーを。ちょっとやめて、私よ。あ、ママごめんなさい。いえ、大丈夫。安心できてるならよかった。
ふう、お掃除終わりっと。やった、いなくなった、遊べるぞ。おもちゃをバラバラ。これは人参、つまんない。アイスクリームも、つまんない。このキャンディー食べちゃおう。キャンディー大好きなんだよね。あ、そうだ、お絵かきしよう。何から使おう。黄色とピンクなら黄色ね。壁に描いちゃえ。うん、ちょっと貸しなさい。一体何をしているの。これを使いなさいな。これになら好きなだけ描いていいわよ。やった、ハートを描く、可愛いから。あらまあ、なんて散らかしっぷりなの。掃除したてなのに。それならこのテープを使うわよ。よし、床に四角を作った。これでよしと。ねえ、こっちいらっしゃい。はい、さっき散らかしたものがあるでしょ。それをこの四角の中に全部入れて。やった、お片付けを始めたわ。全部を四角の中に入れてくれてる。じゃあね。よし、全部四角の中に入れたぞ。まあ、お片付けが完璧じゃない。あれ、あの子は。お部屋の外かしら。あ、ママ。あら、まあ。見て、ママの部屋にも四角作ったよ。これでお片付けができるね。全部出しておいてあげたから。まあ、それはありがとう。優しいわね。これ怖いわ。はあ、そこに行っちゃダメよ。まあまあ、ただの映画よ。わかってる。ん？ポップコーンがなくなった。ママ、もっとポップコーン取ってくる。すぐ戻ってきてね。怖いから。おっと、なんで床に箱があるの？これでママにいたずらしちゃおう。このシャツを使うのよ。何箇所か切って。何してるのよ、映画見ないの。もうすぐ完成。いいじゃない。あとは仕上げね。キャップの一番上に糸を巻きつけて、そしたら電気に結びつけるの。よし、切るわよ。ふん、面白い生地ね。まったく、どこにいるの？見てこよう。映画の最後を見逃すわよ。別に一人で見るのが怖いわけじゃないのよ。サプライズ！心臓が。お、バスケだ。行け、パスするんだ。ねえパパ、理科のテストが帰ってきたよ。100点だよ。やった、点が入った。ねえパパ、ねえ見て、一緒にバスケしない？楽しいよ。バスケはテレビでやってるし、お前より上手いんだよ。うん、分かったよ。ああ、下手なパスだな。ねえ、これ見つけたの、テニスしない？いや、ママとしてきなさい、試合を見てるんだから。ああ、スポーツを見るのも大変だな。眠くなってきたぞ。ちょっと昼寝でもするか。パパ、おはよう。起きて。そうだ、これをここに置いて、冷たい水を入れるの。ケチャップもね、氷も。起きてよ。なんだ、逃げあった。ただじゃ置かないぞ。
たくない、あと5分だけ。あら、起きなきゃダメよ。眠いのよ、あっちへ行って。どうやって起こそうかしら。ダメね。あれあれを使えばいいわ。もう落ち着いて寝ていられないわよ。スピーカーをここに置いて、マイクを挿して、あとは待つだけ。何の音？おならの目覚まし時計よ。ママ汚い。ララララ、ただいま。バスケの練習どうだ？泥！家中掃除したばかりなのよ。泥のついた靴で入らないでって言ったでしょ。ごめんママ、ピカピカに掃除してちょうだい。ひどいな、いつも怒ってばかり。掃除なんてやだよ。クッキー食べよう。ああ、払い落とせばいいや。クッキーのクズって泥に似てるよな。クッキーを袋に入れて小さく砕くんだ。ちり取りに入れれば泥みたいに見えるだろ。ああママ、掃除は終わったの？ああ、でも美味しそうだから食べてみるよ。ああ、美味しい泥だ。ちょっと、何食べてるのよ。ああ、なるほどね。それなら私も食べるわ。美味しい泥をスプーン一杯。ダメだよ、それは違うよ。うわあ、ああ、まずそう。パパにいたずらしようっと。面白いことになるわよ。頭に刺さっちゃった。面白くないよ、貸しなさい。あー、綺麗な髪だ。わざとじゃないんだ。ママに言わないでくれよな。騙された。なんだ、なんてことだ。まったく問題児だな。目覚ましは切って、寝る前にカレンダーをめくっておこう。おやすみなさい。ああ、私の寝心地いいベッド。アイマスクもしなきゃね。ぐっすり寝てるわね。おっと、危なかった。ママ、一人じゃ起きられないからね。一つはここに。ベッドの下にも一つ。三個目はタンスの中よ。もう朝なの？起きなきゃ。引き出しの中で鳴ってるのかしら。なんでここに5時？またなの？うるさいわね。まだあるの？誰か止めてちょうだい。どこ？観葉植物からだわ。美容のための睡眠なのに。またなの？もう寝させてよ。笑い事じゃないわよ。いい買い物ができたわね。本当に楽しかった。お腹が空いたわ。あれ、手が汚い。なんでかしら。どうしたの？手がね、ちょっと洗ってくるね。綺麗になったわ。あ、表示が落ちちゃった、取り替えちゃおうかな。よし、誰もいないな。さあ、お楽しみの開始。ごめんね、ここの飲み物本当に美味しいわ。私も手を洗ってくるわ。やめた方がいいよ。すぐに戻るわよ。まあ大丈夫よね。
あら、あ、ここ男性用だよ。あ、ごめんなさい、間違えたわ。あ、頭が、あ、ごめんなさい。変な人だな。あ、お腹すいた。買い物に行ってるならお菓子食べようっと。え、空なの？ママに買ってきてってメールしよう。え、野菜？嫌よ。ただいま、おいしいおやつを買ってきたわよ。ブロッコリーと人参はどう？それかヘルシーなヨーグルトはどう？うわ、ありがとう。高いシャンプーも買ったの？もしもし、あら、どうしてた？いいこと思いついたわ。ヨーグルトって嫌いよ。これにシャンプーを入れるの。上までたっぷりね。全く同じに見えるでしょ。ラララーン。ママのも開けてあげたよ。はい、優しいのね、ありがとう。どうしたの？健康にいいんだよね。うそね。お茶を飲んでくつろぎましょう。ママ見て、今日だよ。バスローブが汚れちゃった。わかったわよ、いらっしゃい。かっこよくして行かなきゃね。さあ、幼稚園に行きましょう。ママ、雨だよ。どうしよう。泣かなくていいのよ。ほら、傘があるから。ああ、そうだった。雷に打たれたのよね。幼稚園に行きたいよ。わかってるわよ。待って。ティッシュはどこ？そうだわ。シャワーカーテン。ひらめいたわ。まずはこんな風に折るの。そしてハサミで切るのよ。先の部分をね。そして今度はこの部分。ヘアアイロンで挟みましょう。そうすれば熱でくっつくからね。じゃーん、これどう？素敵なポンチョでしょ。あなたにも作ったのよ。これで濡れずに幼稚園に行けるわね。おはよう。誰？メガネを取って。さあ、起きる時間だよ。ああ、パパ。よし、歯を磨こう。強く賢く成長するようにシリアルをしっかり食べて。シリアル大好き。よし、学校に行く準備はいいかい？あ、転ばないように靴紐を結ばなきゃ。おっと、髪がボサボサだね。あ、ヘアゴムやってみるか。こう結ぶとか。これじゃ嫌よパパ。そうか、じゃあもう一度トライしよう。もっとじっとしてくれるとやりやすいんだけどな。いや、そのまま回って。うん、いいぞ、回って。そしてゴムをはめればいいんだ。わあ、ユニコーンの角みたい。入って。パパ、やった。ああ、会いたかったよ。学校は楽しかったかい？終わるまで座って待っててね。もうすぐだからいい子にしてて。退屈。もうちょっと。ああ、どこへ行ったんだ。ああ、ここか。出てきて。さあ、ここでいい子にしててくれよな。子供って手がかかる。
なんだ、ダメだよ、やめなさい、仕事で使うものだから。ここにいて退屈なんだもん。そうだ、これはスマホでゲームでもしてたらどうだ。やったスマホ、充電が切れたし。ダメだ、コードが切れてる、どうしよう。そうだ、スマホケースでどうにかなるかも。このナプキンを使うんだ。そしてファイルに接着剤を入れて、これで足りるかな。ストレートアイロンでくっつけたら、これをケースにつけるんだ。そしてキラキラの枠をつけたら完成。よし、これで遊べるぞ、気に入ってくれるはず。はい、どうぞ。うわー、ピンクのお花がある。お絵かき大好き。ママ、車描いたよ、もっと紙ちょうだい。あら、紙、はいはい、どうぞ。紫の太陽を描こう。もっと紙ちょうだい。土足なのね、はいはい、どうぞ。あら、紙がなくなったわ。ごめんね、もう紙がないのよ。泣かないで、大丈夫よ、いい考えがあるから。この段ボールに絵を描くの。あの子の絵のうまさは私譲りね。よし、全部描けたわ。そして透明のテープでカバーするの。よし、あとは3つに折って。ねえ、これを見て、塗り絵しない？ね、楽しいでしょ。でもこれ決してまた塗れるのよ。すごいでしょ、すごい、ちょうだい。馬の色を塗るよ。君の新しい子供部屋だよ。どう、気に入ったかい？うん、いろんなものがあるな。ダメだ、危険が多すぎる。ここから動いちゃダメだよ、絶対にパパが安全にするまでね。安全対策始め。尖ったとこを隠さなきゃ。ダクトテープって便利だな。ふう、よし、これでいいぞ。大変だったよ。よし、遊んでいいよ。転んじゃった。やった、遊ぶ。待って、ストップ。危なかった、ここもテープで止めるからね。ここに1本貼っておこう。あとはラグを押し付けて。よし、これでずれないぞ。さあ、楽しんで。やったー、子供部屋。うん、お、お嬢様、かわいいな。あとで食べよう。お腹すいた。パパ、おやつちょうだい。そうかい、はい。これ、ゴミ。おいしい。そうだ、キャンディ。うわー、汚い。キャンディが台無しよ。おっと、ああ、大したことじゃないよ、新しいのをあげるからね。あれ、これいいことを思いついたぞ、ぴったりじゃないか。ほら、新しいキャンディーだよ。はい、これあげる。うわ、あとで食べようっと。ビーチボールで遊ぼうっと。
お待ちルールよ。まずはこっちのオートミールを食べなさい。これ食べるのやだ。ママが見てない。今がチャンス。どこかにやっちゃえ。ゴミ箱にね。おやおや、私の目をごまかせるとでも。覚悟なさい。おいしい。じゃあキャンディー、お待ちなさい。忘れ物よ、オートミール。でもママ食べなきゃダメ。ダメ。へへへへ、僕賢いからね。さよならオートミール。あれ、この器壊れてる。開けられない。どういうことだ。なんでこうなるの。食べたら空になるわよ。やられた。いただきます。おいしい。いいか。シャボン玉きれい。本を読むと腹が減る。ランチにするぞ。今日は何だったかな。ヨーグルト。ジェニファー、いいものがあるぞ。おいしそう。はい、どうぞ。おいしそうだ。ヨーグルトまみれ。大事なヒゲがひどいことに。あれ、ヨーグルトなくなった。大丈夫だ、任せなさい。これを拭き取って。そうだ、いい考えがある。ヨーグルトだぞ。あんして、ちょっと絞れば出てくる。おいしい。よかったな。娘の成長が早いわ。気に入ってくれるかしら。よし、それから誕生日ケーキ。素敵よね。食べちゃおうかしら。あら、今のは何。ああ、キャンドルが割れちゃった。これじゃ乗せられない。どうしようかしら。このキャンディーで落ち着きま。あら、これ数字の5に見える。いい考えが浮かんだわ。わかった、やってみましょう。長いグミの上に 3D ペン。小さな渦を作っていきます。上に沿って長くね。どんどん進んでいきましょう。このグミが型となって数字の5が出来上がり。あとはグミから取り外すだけ。これでケーキに飾れます。うわー、綺麗だな。お願いをして。イエーイ、お誕生日おめでとう。うわ、私に。わお、これ似合う。フォロワーに受けそう。あらま、クリス、これをご覧なさい。おお、イヨー、相棒、ヒーハードーナツ、ヤッホー。私もいいねもらおうかしら。アイディアがいるわね。そうだ、衣装を。さあ、バズりましょう。あら、メガネはどこ。ああ、ここだよママ。ありがとう。って、どうしちゃったのこれ。使えないわ。これじゃインフルエンサー失格。待って、
いい考えが。サングラスが台無しになった時のライフハック。レンズの周りにマニクアを塗ります。一周同じ厚さで塗っていきましょう。次に白い絵の具で線を描いていきます。マニキュアからはみ出さないように。青と黄色の絵の具でも繰り返しましょう。ドーナツサングラス、いいね。あら、これは素敵。クリス、カメラマンを頼むわ。おお、はい、綺麗に撮ってね。わお、ママ人気者だ、すごいよ。なんだぞ。あ、やられた。お宝の山だ。貝殻コレクション、すごいよね。うん、お腹すいた。でも何食べよう。何か考えよう。ママはどこ？そうだ、僕一人なら冷蔵庫を見ちゃおう。内緒だもんね。うわー、あって、空っぽだ。あー、マグネットが。怒られる。直さないと。でもどうやって？そうだ、さっきの貝殻だ。僕天才。石にマグネットを接着、しっかりつけましょう。そしたら石をデコレーション。今回は白い絵の具にします。全体を丁寧に。没頭しちゃいそう。ムラなく塗りましょう。そしたら乾かします。次に黄色い絵の具で丸を描きます。中を塗りつぶします。卵みたいに。アイディアは無限大。よし、これで気づかれないぞ。あら、うちの坊や。危なかった。ピザやった。ママありがとう。ジュース置きなさい、遅刻するわ。ママ学校はお勉強するところ。ほら、カバン持って行かなきゃダメ。うわ、雨がすごい。嵐だ、学校休み。あら、それはどうかな。シャワーカーテンがあれば。お手製雨がっぱで雨を撃退。シャワーカーテンを三角に折り、先っちょを切ります。よく切れるハサミを使いましょう。よし、四角いビニールを2枚重ね、クッキングシート越しにヘアアイロンを当てます。これで雨もへっちゃら。本当に？かわいいわ。さ、行ってらっしゃい。授業に遅れるわ。バカみたいだ。何？工具が半額だって？パパ、お絵かき見て。素晴らしいね。おや、服。服にも書いたな。ママに叱られるぞ。一日世話を頼んだのがこの低たらく。ごめん。いや、俺が悪いんだ、俺が。そういうわけにはいかん。シャツを着替えよ。もう上に書くなよ。わかったよ。お絵かき楽しい。ああ、まるで将来のピカソだ。見て、パパ。おい、またか。ごめん。これは考えなくては。わかったぞ。これでよし、エプロンだ。ありがとう。ああ、あ、待ってくれ。ジェニファー、絵を見せて。よく描けてるな。これは壁に飾ろう。服も綺麗だ。みんなは外出禁止を食らったらどうやって時間を潰す？下のコメント欄で教えてね。
お友達と動画を共有して爆笑動画を見逃さないようにチャンネル登録もお忘れなく。